大相撲平成30年11月場所は、2018年11月11日から11月25日まで、福岡県福岡市博多区の福岡国際センターで開催された大相撲本場所である。幕内最高優勝は、小結、高景勝三信、横綱、白鵬と角竜は負傷の影響で全球。結局一人横綱となった。 犠牲の里の取り組みに一層注目が集まったが、一人横綱のプレッシャーなのか怪我の影響なのかは定かでないが、初日から制裁を欠いた取り組みが続いた。そして4連敗となったところで休場届を提出して5日目から休場した。結果、またもや横綱不在という展開になってしまった。大関、合栄堂は場所前の校長が伝えられており、 初日の北斗富士戦は干渉したため順調な滑り出しを見せたかのように見えたが、翌日高景勝に敗れるとその後も黒星を重ねて、序盤で参拝して心配されたが、その後は立て直して6日目からの6連勝で11日目に8勝目を挙げた。しかし、7日目の正代戦で右腕を負傷したことが判明し、そのまま翌12日目から休場した。土地の神も、 初日玉足に早速破れ、その後は盛り返したかのように見えたが5日目から3、連敗を喫するなど9日目を終えて4勝5敗と黒星先行。勝ち越しも危ぶまれたが、終盤戦はしっかりと立て直して14日目に、三竹海を破り8勝目を挙げて勝ち越し。しかし、先週楽は、小法山との流血を交えた、激しい相撲に破れ8勝7敗で取り終えた。 11日目を終えて、1敗は、初日から破壊力のある、突き押し相撲で快進撃を続ける小結高景勝が、単独トップ、2敗で、大関高安と平幕の大栄翔、青山の3人が追うという展開になっていた。翌12日目はまず登場した青山は後頭所の、元大関、琴将棋区の被り寄りからの寄り切りで圧倒され3敗に。その後登場した、 大栄翔も、校長の大野将に、はたき込みで一周され、こちらも3敗に交代し、平幕の2敗力士はいなくなった。そしてその後に登場した1敗の高啓将は、実力者玉橋を本領発揮の突き落としで干渉し、1敗を守った。また高安は、結びで、大関土地の新戦を迎えたが、こちらも上手投げで圧倒。10勝目を挙げて2敗キープ。 この結果、一敗で貴景勝、高継章、二敗で高安という一気打ちの形が出来上がった。翌13日目、まず登場した高継章は校長の平気残戦を迎えた。この相撲は高継章が突き押しから相手がバランスを崩したところを押し倒しで、圧倒、一敗で単独戦闘を維持した。また高安も、合栄道球場の影響で急遽組まれた大栄賞に、 押し倒しで圧倒して11勝2敗。結果、13日目を終えて、優勝争いの構図は変わらなかった。そして翌14日目は、両者が激突する大一番が組まれた。高啓勝が勝てば14日目で、優勝決定、高安が勝てば両者が2敗で並ぶという状況であった。この相撲は、立ち合いから高啓勝が攻め込んだが、土俵際で、 高安が引き落としで、ひらりと交わせば高景勝は、四千倍となり赤敗両者二敗で並び優勝決定は千秋楽へもつれた。そしてよく千秋楽。高景勝は、初めての平幕上位で、存在感を見せていた西木木戦。高安は、千秋楽結びの一番で、三竹海戦が組まれた。最初に登場した高景勝は、 西木木に攻め込まれる場面があったものの叩き込みで勝利。13勝2敗として、結びの結果を待つこととなった。そして、先週楽結びの一番。高安勝てば、優勝決定戦。三宅海勝てば、高継勝の優勝決定となった。この相撲は1分を超える、持久戦の末、高安が寄ろうとした花を、三宅海の救い投げに崩れて、痛恨の3敗目。 この結果、高景章の初優勝が決定した。3照は、今場所優勝の高景章が、主君賞、関東賞のダブル受賞、中盤までは、優勝戦線に絡んで復調を印象づけた11章4敗の大野賞が、関東賞を受賞した。ありがとうございます。